すごいね、こんなところで。どうも、ふるやいねです。今、スワードのカフェに来ております。ですね、いろいろ諸事情がございまして、今までは私がアンカレッジという場所に住んでて、旦那がスワードというところで寮で働いてる感じだったんですけど、私が、こうアンカレッジで、ボランティアさせながらしながら、住まわせてもらってるホステルがですね、ちょっといろいろ諸事情がございまして、ボランティア制度を、ちょっと一時的にやめるかもしれないということがありました。そしてその方向で考えた時に、まあ、私はちょっとスワードで新しくボランティアを探そうかなと思っております。一旦ね、そのなのでボランティアしながらやってたので、宿が住む場所がね、衣食住の住を失った状態になってしまうんですけども、一応あのスワードでは知り合いの人が3日で100ドルでね、キャンピングカーにちょっと泊まらせてもらってたところがあったので、完全には失わずに済んだんですけど、ちょっとそれをずっと払い続けるのは厳しいので、新しく緊急でボランティア先を探さなければいけなくなりました。結構アンカレッジにね、3ヶ月いる予定で、ジムとかも3ヶ月契約しちゃってるんですけど、ちょっとそれもね、1ヶ月ぐらいしか行かないまま、お金を水に流してしまう感じになるかもしれません。まあ、予想のつかないことだったんでしょうがないですけど、ちょっといろいろ緊急事態にいろんなことが起こりまして楽しくなってまいりました。果たしてボランティア見つかるのでしょうか。いろんな今お店にとかホステルとかにね、足を運んでボランティアを募集してないか聞いております。決まったらまた報告したいと思います。ではでは。